メリカ・イリノイ州でスティールパンの指導者として奮闘する優子さんに両親の思いを届ける旅は、距離にしておよそ1万2000キロ、14時間。アメリカ第三の都市シカゴ。古くから交通の拠点として発展した巨大な町は、大阪の姉妹都市でもあります。そのシカゴから車を走らせること2時間。小さな田舎町デカルブ。ここに優子さんが勤務するノーザンイリノイ大学があります。優子さんは平日の5日間音楽学部で指導を行っています。ああ、これだ。あれが右に座る優子。スティールパンばっかり。優子さん。はい、そうです。あ、よろしくお願いします。優子さんが教えているのはスティールパン。ドラム缶を加工し、さまざまな音を生み出す打楽器でスティールドラムとも呼ばれています。教室には大小さまざまなスティールパンが50台以上。でもどうやってドラム缶が楽器になっているのでしょうか。ハンマーでスティールパンって作るんですけど、そのハンマーでこのそれぞれの面の形作りをして音を上げたり下げたりできるんですね。ドレミってできるんですか。ドレミできますっていう感じに、はい、ピアノと同じように12音階あって、うん、なのでいろんな楽器と演奏することもできますし、うん、はい、このような感じでスティールバンドでEverybody staring at me, sorry. すごい注目だな。スティールパンは音色によって6種類以上もあり、オーケストラのようにメロディーやリズムなどのパートに分かれ複数で演奏します。優子さんが演奏しているのは一番音が低いベースパン。本当ドラム感ですね。下そのまんまの。この楽器が生まれたのはカリブ海に浮かぶ島国トリニダード・トバゴ。植民地時代、楽器の使用を禁じられた人々が代わりにドラム缶を叩いて音楽にしたのが始まりです。現地では100人を超えるビッグバンドが演奏するまさに国民的な楽器。でも元々は使い古したドラム缶から生まれたのです。ドラム缶やんと。はい、ドラム缶だからいいんですよ。なぜこのドラム缶というものからこんな素晴らしい楽器が生まれたかっていう、ただの鉄の板からこんなシンプルなものから生まれたからこそ、なんかもう本当素晴らしいっていう。スティールパンを専門的に学べる学科があるのはアメリカでもこの大学だけです。すごいな。そして優子さんは自らのスティールバンドを率い、全米で演奏活動を行うプレイヤーでもあるのです。スティールパンと出会ったのは25年前。私もやっぱり最初音にも取りつかれて、この音は何なんだって。でまさかドラム缶から作られたものからこの音が出るとは最初全然分からなくて、でもそうですね、で演奏し始めてもう、あ、これだって思いましたね。10歳の時、父の仕事で家族と共にアメリカに渡った優子さん。5年後、家族は帰国することになったのですが、日本の周りに合わせる風潮が自分には合わないと、姉と2人アメリカに残ることを決意したのです。自分が自分でいられるっていうふうに思ったんですね。そのなんかいろいろ制限されずに、もう自分でいて自分を表現しても大丈夫っていうふうに。自由に自分の道を歩けるこの国に残りたい、そんな14歳の娘の決断を両親は許してくれたそうです。すごい親だなって思います、本当に。私は子供いないけど、子供いて14の子に
アメリカ残っていいよって言えるかなって、もう心配で心配でしょうがないと思うので、信頼してるからっていうふうに言ってくれたんですね。もうそれがすごい残ってますね、心に。その後大学に進学したものの、やりたいことが見つからず苦悩していた時に出会ったのがスティールパンでした。すごい落ち込んだり、なんかもう将来が全然見えなかったりした時があって、でその時にトリニダードに行って、なんかもう暗いトンネルの先になんか光が少し見えた、で それがもうトリニダードだったんですね。その何とも言えない温かな音色にどんどんのめり込んでいった優子さん。さらに深く学ぶため、23歳の時専門学科のある今の大学に移籍しました。そんな感じ。優子さんはスティールパンを製作するビルダーでもあるのです。これすごい作業だ。全てが手作業。一つの音を作り出すのに何週間もかかることがあるといいます。はあ、見たいこの工程。ドラム缶をへこませた後は最も難しい作業であるチューニング。で、まあ下がったんですけど、音が合ってたといっても、うん、その音色が正しいっていうわけではない。なるほどなるほど、うん、そうか、音色とまたいかに魅力的な音を作り上げるか、そこが腕の見せ所。チューニングではまだまだ師匠であるクリフさんにはかなわないという優子さん。 Right here, the note right here is not true. Right here. 音色には作る人の人間そのものが出る。クリフさんが作り出す音色は優しくて力強いという優子さん。そしてこの部屋の一角に一枚の絵が飾られていました。父が作った木版画があったりだとか、うん、作業の合間毎日この絵を眺めているという優子さん。そうですね、やっぱりなんか見守ってくれてる感じがするっていうか、うん、遠く離れていても近くにいるよっていう感じがして、はい、まあ自分の選んだ道 で両親がこういう機会をくれたので、経験させてくれたりしたから今の自分がいますね、うん、田舎町デカルブではこのコンサートを楽しみにしているお客さんが大勢いるのです。 All right, everybody, ready? Yes, please. Okay, so you guys can go in. I'm going to speak for you.自らが救われ共に生きてきたスティールパンの魅力をもっと広めたいという優子さん。今はそのスティールパンをやって他の人の心にもなんか自分の作り出すものが響くといいなっていうのと、今はまあ教え始めたので生徒たちにもそういう風な演奏家になってもらえると嬉しいなとか、そういう風には思ってますね。かっこいい。
excellent. I'm sort of a steel pan groupie, and I have followed them around to the different concerts, and it was wonderful to hear them again today. I think they're fantastic. It would be great if they could go to Japan.14歳で選んだアメリカでの生活、そこで出会ったスティールパン、そして愛するパートナーと共に今を生きる優子さん、日本の両親から届け物です。